皆さん、こんにちは。衆議院議員、新潟2区の細田健一です。今回の自民党総裁選挙、私は高市早苗候補を応援いたします。高市候補とは、保守団結の会でご一緒させていただき、その揺るぎない国家観、毅然とした外交姿勢、そして何よりも、地域を思いやる温かい心、これらに強い感銘を受けてまいりました。今、新潟県の経済は本当に厳しい状況にあります。この厳しい状況を打開するには高市早苗さんしかいない、私はそう確信をしています。第100代内閣総理大臣に、憲政史上初の女性総理、高市早苗候補をよろしくお願いいたします。